すき焼き村中か。老舗すき焼き屋の本店で常に予約でいっぱいだ。どうしようか。1400万、ほぼ飛ぶな。まあ、購入しますか。じゃあこの金でどうだ。白ポムチャンネルの白羊です。龍が如くゼロ実況プレイ続きを始めていきましょう。前回は山野井さんからの依頼で立花不動産としてね、小田先輩と一緒にね、ビルの占有屋だったっけ、何だったか忘れましたけど、そいつを追い出すために行ったところ、まあ、その件を解決したんですが、その後山野井さんに会いまして、山野井さんとお仕事をすることになるのかな今後、まあ、そういう話がありましたね。すごいざっくりですけど、ということで、まあ事務所を掃除中なんで少し歩いてから戻りましょうということなんですが、どこまで歩けばいいんでしょうか。まあプラプラしとけばいいかな。なんかサブイベントでも落ちてればやりたいところではあるけど。わお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 、なんてこった。アメリカかぶれの若者。おいお前本気か。ちゃんとママの朝ごはんを食べてきたのか。食べてきたよ。なんだ、何の話をしているんだ。おお前が、どうやらお前は俺とは違う世界のニュースを見てるみたいだな。うるせえなこいつ。なんだこいつ。オッケー、かわいそうなお前に教えてやろう。世界のスーパースターがカムロ町に来るんだよ。え、世界のスーパースターってもしかしてミラクル・ジョンソンのことか。誰ですかそれ。そうさ、嘘みたいな話だろ。あの世界的スーパースターのミラクルが PV 撮影でこのカムロ町に来るんだよ。ミラクル？しかもすでに日本には来てるはずなんだよ。でも噂では何かトラブルがあったみたいなんだ。俺はミラクルを絶対に見るつもりだぜ。俺も絶対に見たい。トラブルがうまく解決すればいいな。だから俺は最近ここら辺を注意深く歩いてるんだ。もしかしたら関係者がいるかもしれないし。どうやらアメリカから有名人が来るらしい。ミラクルとか言っていたな。何やらトラブルがあったようだが。誰？ミラクルって。特にでもサブストーリーのマークねえもんな。まあどっかで会うのかな。特に直接会話できるわけでもないし。あ、こいつ。まだかな、まだかな。お前こんなところで何してるんだ。よお兄さん、何ってデートだよデート。テレクラで知り合ったことをこれからデートなんだ。へえ、それうまくやったみたいだな。約束の時間はもう30分も過ぎてるんだけど、早く来ないかな。いや、それ来ないでしょ。それはさとゆき、最近やってる？何もやってねえよ。お前と一緒にするな。それじゃあカムロ町にいる意味ないよ。そこら中に可愛い子がいるってのに。何？そうなのか？本当だって、例えばそうだな。ガンダーラに置いてあるビデオに出てる子によく似てる子を街で見かけたことがあるんだ。ガンダーラの常連ならわかると思うんだけど、気が向いたら探してみるよ。あんな子がイメージビデオに出演してくれたら最高なんだけどな。詰め寄って永久保存版にしちゃう。お？なんだ？て、なんか来た？ポケベル？バッチグー、おいでよ。読めるか、こんなもん。杉田ビルの掃除が終わったようだ。終わったんだ。読めねえよ。こんなんでバッチグおいでよって呼ぶの。わかるわけねえだろ。マジかよ。すげえな。もう暗号じゃん、こんなの。忍びみてえなことで連絡のやり取りしてんだもん。どうしたお前。なんか足引きずってない？どうしたどうしたどうしたお前。え、酔っ払い？そんなこともあんの？おい、おめえだよ、口がくせえのは。おい、酔っ払い、酔い覚ましてやるよ。じゃあ、ビルに戻ってみましょうか。どこだ？ここか。キリュウさん。ん？気色
署のマリナです。はじめまして、秘書のマリナです。よろしくお願いします。かわいいな。ああ、キリュウだ。よろしく頼む。ああ、どうです、キリュウさん、綺麗になったでしょう。いや、綺麗になりすぎじゃない、さすがに。ああ、綺麗だな。なんか生まれ変わりすぎだよ、これ。杉田ビルのオフィスがアジトとして使用可能になりました。アジトはしのぎの拠点となる重要な場所です。ストーリーが進むことでアジトの電話にアクセスして主人公の切り替えが行えるようになるほか、服装の変更なども行うことが可能。へえ。さて、それでは経営の仕方のレクチャーに移りましょうかね。準備はよろしいですか。お前、まあ、いいけど。ああ、大丈夫だ。それでは秘書の方からご説明させていただきます。覚えることが多いですが、忘れてしまっても後でまた確認できますから、まずは一通り説明しちゃいますね。何これ、めんどくさそう。カムロ町マネーアイランド、カムロ町マネーアイランドについて、カムロ町マネーアイランドではカムロ町の不動産物件を購入運用し、資金を貯めて5ビリオネアを倒すことが目的。はあ、カムロ町マネーアイランドに関わる全ての操作はキリュウのオフィスにあるテーブルで行うと。オフィスでできることは4つ。各エリアの利益回収開始、各エリアの利益を資金として回収、各エリアへの人員の配置、人員の配置、各店舗へのアドバイザーの派遣。はあ、なんかほんと社長みたいなことすんだな。これらを繰り返し行うことで大きな利益を得ることができる。各エリアの利益回収開始。マネーアイランド管理を選択してバイを入力すると利益回収の確認画面が表示されると。マネージャーとガードマンを配置している場合は支払われる給料が表示されますので確認を配を選択。利益を資金として回収。利益の回収を開始してから一定時間でゲージが溜まると利益見込みに景気が加味された金額を得ることができる。例えばですけど、39万円の見込みの利益があった場合、経費がかける 100% で、占有率ボーナスで39万1950円となるってこと？はあ。ただし、この利益の回収を行うまで必ずスムーズにいくとは限らないと。利益回収のゲージ増加中に起こるトラブルイベントと利益回収時に起こるマネーバトルに注意が必要。何それ。利益回収を行っているエリアでトラブルが発生するとゲージの上昇がストップしちゃうと。トラブルが発生していることを確認したら問題を起こしている連中を探し出し取り込んで撃破しましょう。結構力づくだね。マネーバトル、利益を回収した際に5ビリオネアからマネーバトルを仕掛けられることがある。相手が投入してきた金額に応じてエリア担当マネージャーが応戦しますが、マネージャーの体力がなくなると店舗を奪われてしまう。A で資金を投入することでマネージャーを回復することができるので店舗を奪われないように応戦しましょう。各エリアへの人員配置。一つのエリアにつき1名のマネージャーを配置可能。マネージャー能力は以下の通り。マネーバトル力、星1。マネーバトルを仕掛けられた際の体力になると、配置したままにすると体力が回復しないので、こまめに交代させないといけないのか、めんどくせえな。経験影響力。マネージャーが景気に与える影響強で数値が高いほど好景気になると。1回回収するごとに右に進んでいき、5回目以降は一番右の値で固定となる。マネージャーと同様に各エリアでガードマンの配置が可能。トラブルイベントが発生した際の対応力ってことね。レベルが高いほど自分たちで勝手に自動で解決してくれるってことか。治安影響力。担当エリアのエンカウント率に与える影響で数値が低いほど発生率が増加。1回回収するごとに右に進んでいき、5回目以降は一番右の値で固定となると。各店舗へのアドバイザーの派遣。所有している店舗にアドバイザーを派遣して店舗のランクを上げることができる。派遣したい店舗を選択してアドバイザーを選択。給料を支払うことで店舗が成長すると。アドバイザーにはそれぞれの能力ランクと得意とする業態があるので相性のいいアドバイザーを選びましょうか。え？こんなところですね。ついてこられましたか？めんどくさそうだね、マジで。多分な。俺も一緒の気持ちだ、キリュウさん。早速ですけど、現在保有している店舗の利益の回収を始める指示を出してみてください。はい、じゃあやってみましょうか。ここか。すっげえな、これ。てか、マジオフィス生まれ変わった。なんか落ちてんな。
まさか、まさか北川エリカって誰？いや、てっきりこの秘書もそういう人なのかなってちょっと思っちゃったじゃない。で、マネーアイランド管理で娯楽王エリア、あのこの前前回の動画であったやつですね。そのエリアの利益回収を行うってことか。はい、ガンガン稼ぐぜガンガン稼ぐぜ。ちょっと待って、今利益見込み回収やったんだよね。平凡な男ですが頑張ってみます。これは筋肉ではありません。鳩胸のだけです。このガードマンは全然強くないと。この辺はもう今やってくれてんだね。まあ利益回収やったしいいのこれで。うん、まあいろいろいますね、人がね。平田凡夫、長岡保つ、座右の銘は現状維持です。任せてください。任せられるかそんなやつに。変なやつしかいねえな。高上松、モンゴルで首締め強盗に襲われたことがあります。口喧嘩は強いですよ。クソ雑魚じゃねえか。この子は高田智美、広千葉、あんまアドバイザーですかね。この辺は給料クソ高えなお前ら。何そんな高えんだよ。まあこれでいいのか、これで終わり利益回収の指示はバッチリですね。これでしばらく待ってればお金が増えますよ。ああ、それと、初期の運営資金として山の井さんからお金を預かってます。お渡ししておきますね。1500万え、こんな大金いいのか、ええ、もちろんですとも、そのお金とこのビルの1階にあるゆり酒は私からの選別ですので、どうぞ使ってください。とはいえ、1店舗の運営だけでは心もとない。今、渡した資金で他の店舗を購入してみては。最初に買うなら天下一通りのすき焼き村中あたりがおすすめですよ。人気の店舗ですが比較的安価で購入できます。天下一通りのすき焼き村中か、分かった、その店を見に行ってみよう。手に入れた資金を持って天下一通りにすき焼き村中を獲得しに行きましょう。え、徒歩で？あ、マジかよ。それはテーブルでできないんだ。そっか、なんか面白いことになってきたな。まさかこれ桐生さんが不動産王になる世界線だったりする、もしかして。あ、ここか。あ、飲んでいく飲んでいく、今日は行くから、うん、今日ここ来るからさ、行く行く、分かった分かった。すき焼き村中か、老舗すき焼き屋の本店で常に予約でいっぱいだ。どうしようか。1400万、ほぼ飛ぶな。まあ、購入しますか。じゃあこの金でどうだめちゃめちゃ面白い。オッケー、変えたぜ。オッケー、これで娯楽王エリアから、まあ、10% 取ったってことね。残り 90% あるもんな。じゃあ一旦帰りまして、まあなんかいろいろ送ったらいいのかな。ガードマンとかその他もろもろ。こことかも営業中だけど桐生さんは飲めたりしないんだな。ああ、お帰りなさい。新しい物件が購入できたみたいですね。そういえば先ほど利益の回収を指示した店舗からお金が受け取れるみたいですよ。ほう、エリアごとの回収が可能と。わかりました、じゃあ取ってみましょうか。回収可能、これでお金を。おお、すげえ。利益見込み196万からかける景気 90% で占有率が19000、まあなんかいろいろあって178万入ってきたということですね。じゃあここも早速、じゃあジャリンジャリン稼ぐぜジャリンジャリン稼ぐぜ。でここもやった方がいいのかな。あれ、これ、あー、ここだ。で、ここは飲食店なので高田ちゃんが行けると。高田ちゃんに投資してもらって、で、人員か、ここも投資するか。じゃあ、はい、いい店になったな。これいいな、なるほど。あ、なるほどね、利益回収中だから人員変更できないんだ。まあ利益回収が終わればできるようになるんだね。
へえ。利益が回収できたようですね。このタイミングで5ビリオネアからマネーバトルを挑まれることがあります。マネーバトルに負けるとテンポを失ってしまうので、マネージャーの配置を忘れずにしておいてくださいね。ああ、分かった。しかし、いろいろと覚えることが多いな。まあ、キリュウさんならすぐになれますよ。とにかく、物件を増やして成長させて、人材を増やすとすれば、占有率上がって、お金もたくさん儲けられるようになります。そうやって我々が大きくなっていけば、5ビリオネアを倒すことにもつながります。ああ、分かった。ああ、そうだ。それと、増やした運用資金は好きに使ってもらっても構いません。え？こういう仕事をしていると、いろいろなところでお金は必要になります。自身を高めるためにも有効に使ってください。こんな大金、すぐには使い道が思いつかないが、わかった。ありがたく使わせてもらおう。よろしくお願いしますね、社長。社長！社長？俺は社長になったつもりはないぞ。いや、でもこれ社長でしょ。でもなんか秘書としては、経営者の人は社長って呼びたいんですよね。それってすごく秘書っぽくないですか？あ？そうか、よくわからんが、社長は山野井さんだろ。まあそうですが、いいんじゃないですかね。マリナさんがそう呼びたいのなら、それで。私も秘書経験ってここが初めてなんで、秘書っぽいことを言ってみたいんですよ。かわいいかよ。なんだ、秘書ここが初めてなのか。その前は何をやってたんだ。秘密です。何なんだよこいつ。そうか、わかった。別に何と呼ばれようと構わねえしな。わーい、それじゃあよろしくお願いしますね、社長。仕事はできそうだが、なかなか変なやつだな。先が思いやられるぜ。とにかく引き受け対象は頑張るとしよう。いい子そうだな。うわ、あいつ知ってるぞ。もし、あ、お前は確かブルセラの女だよな、サチコ。ブルセラのサチコか。その呼び方はもうされたくありませんわ。私もブルセラから足を洗いましたの。そうか、その方がいい。で、こんなところで何をやってるんだ。新しい商売でも始めたのか。この人失礼すぎるでしょ、マジで。そのことなんですけれど、私あなたのお仕事のお手伝いをしてあげてもよろしくてよ。は？何？手伝いは助かるが、お前女子高生だろ。女子高生を働かせるのは、まあ私ただの女子高生じゃありませんわ。顔怖いって。ブルセラ業で培った人脈と経験、流通ルートの確保など、いろいろあなたの会社のために役に立てるんじゃなくて。むう、確かに。それに俺の会社の手伝いはしている方が、ブルセラなんてやるよりよっぽど健全か。その通りですわ。ではそういうことなので、これから一つよろしく頼みますわ。マジ？マネージャーサチコ？めちゃめちゃ使えるじゃん、こいつ。マネージメント力星3って。影響力も強いな。給料も30万で安いぞ。ああ、よろしくな、サチコ。やった。これで少し距離が近づいたかな。あ、なんか言ったか？なんでもありませんわ。もう、デリカシーのない人、顔怖いって。すまん。かわいい、キリュウさん。こんなことあるんだ。サブストーリーで関わった人が仲間になるんだね。面白い、このシステム。これサブストーリーやんなきゃな。いや、いいですね。まあちょっと、これは楽しくなってきたぞ。あいつ何？こいつもサブストーリーの匂いがする。あ、リーロンか。あなたはモンモンの件でお世話になった男ね。懐かしいな。あんた合言葉を教えてくれた、確かリーロンだったか。お前まさか、お前もまさか仲間に？そうよ、私、リーロン。あなたのことを探してたね。あ、なぜだ。厄介事はごめんだぜ。あなたものすごく使える人間ね。私あなたのことをぜひ仲間に欲しいよ。合言葉の件では世話になったが、悪いな。俺はあんたの仲間になる気は、そう言うと思ってたよ。でも私諦めないね。あなたと仲良くしてれば、いつかあなたは心変わりするかも。それまで私あなたの手伝いするね。確かに裏の世界に詳しそうなあんたが手伝ってくれればいろいろ助かりそうだが。そうよ。じゃあ決まりね。精一杯働くよ。マジ？ガードマン？おー、強っ。強すんぎやな、お前。
ふふ、うまくいったね。内部に潜り込めればあとは簡単。いつか絶対この男を私のものにするよ。怖いよこいつ。おい、聞こえてるぞ。はい、よろしくね。怖すぎるよリーロン。マジ？なんかいっぱい仲間になってんじゃん。ちょっとちょっと、これ5ビリオネアのとこからこれ離れらんないぞ。変えたい変えたい、いろいろ。まだ何もいじれない？まだ何もいじれないか。これなぁ。全然。全然さぁ。そんなに回収されない？だいぶ時間かかんだな、回収まで。いろいろ変えなきゃな。頼もしい仲間ができたね。これは楽しいぞ。真島さんの方でも多分こういうのがあるんだろうな。きっと桐生さんでもあるんだから。いやー、そっか、ブルセラの幸子、サブストーリーもうないか。でもさすがにこう見てるとなんかこうサブストーリーやりたくなっちゃうよな。まあおとなしくセレナ行きますか。セレナはあれだよね、龍が如くシリーズではお決まりの場所ですよね。